マリ 4.3MI モーターエコというのをご紹介したいと思います。360度非常に視界のいい形で気持ちよく運転ができるということです。前のクッションを見ての通り非常にあのベッドのような空間になっていますので、くつろぐ形も自由です。自由すぎます。こちらがバリ 4.3 モーターヨットのフライブリッジバイになります、まあ、通常このタイプあのバリの4シリーズというのは、まあ、ヨットがメインなんで、これで型番で打つとここに通常はマストが来る形になるので、その後ろのところに運転席が来るというのが通常の型番のヨットのパターンなんですが、これはあくまでモーターヨット、モーターボートと同じですので、運転席がこの前の方に来ております。でこの前の方にあるってことはもうここから360度非常に視界のいい形で気持ちよく運転ができるということです、まあ、こんだけの広さを持ってますので、正直もう10名から12名もう全員ここでこうくつろいでいただくこともできるぐらいの広さがあるということですね。こちらの方がですね、一応あの、まあ、ちょっとバーベキューコーナーとかついてないんですけども、こちらの方がまあシンク周り、これがまな板になりますので、まあ、こちらの方で料理管理をやっていただいて、ここにまあ水が出る形です。それで下側の方がまあ冷蔵庫ですね。こちらの状態になっておりますので、まあ、食材持ち込んでここらでまあいろいろ調理したりすることもできます。当然調理器はまああのカセットコンロですとかそういうのを持ち込んでいただければそういうことができる形ですね。でまずはちょっと運転席のところに行っていただくと、まあ、そこからこう視界周りぐるっと見ていただくと非常に、視界がいいです。で当然片側なんでバウなんかもかなり広いです。でバウガラスの方はまあマットですけど、着ながらかなりくつろげるスペースなんですので、非常にいい感じで見えます。こちらの FRP のトップなんですが、こちらの方も開閉は可能です。この状態で上げていただくと、まあ、かなり広い全体的に広げることができます。非常に開放感があるような続いて皆さん、こちらが、まあ、テレビアンテナと、VHF のアンテナ、そしてこちらがあのレーダーマスト用のアンテナですね。ここからついてますけど、そこにレーダーをつけることも可能です。で運転席の方、エンジンの方は、ヤンマーの、新型のエンジンを2機搭載しております。あとレイマリンの GPS、ものがついてますし、あとこちらの方がオートパイプですね、これがついております、まあ、こういうタイプなので、まあ、モーターボですけど、まあ、通常そんなにスピードを出してガンガン走るという船じゃないです。巡航速度としては15、6ノット、マックスでは22、3ノットまでは出すことができる。まあ、ヨットに比べるとかなり早く移動ができるということで、非常にそして肩バランというこの幅の広さで安定感は非常に高いという仕様になっています。バウの、まあ、先端の方はこういうふうにちょっと腰掛けるような形になってますので、こういう形で夕日を眺めれば優雅な感じで過ごすことも絵になりますね。まあ、前のクッションを見ての通り非常にあのベッドのような空間になっていますので、もう本当にフリーな感じでゆったりとくつろいただいて、そのこのような形でゴロゴロとくつろぐ形も自由です。自由すぎます。はい、お願いします。あ、大丈夫です。